手術後、エリザベスカラーをつけた猫左りを着用した、エリザベス一世、エリザベスカラーとは、手術、皮膚病、怪我などによる外傷を持った動物が、傷口を舐めることで傷を悪化させることを防ぐための、塩水台形状の保護具である。故障は、16世紀イギリスのエリザベス朝時代に、衣服に用いられた左襟から来ている。一般に、材質はプラスチックで、 展開すると中心部を描いた線形になる。幅は展開した状態での外周の半径の2、3程度が一般的である。また、動物の首に触れることになる内周部は多くの場合樹脂等によってカバーされクッションの役割を果たす。ハンカチ等で代用することもある。1959年にフランク・エル・ジョンソンという発明家によって犬用の保護具として アメリカ合衆国における特許が申請され、1962年に認められている。医薬品販売者のエドワード・ジェシリングによって1960年代、初めに考案されたという主張もある。ありがとうございます。